青木どうしてか知らないが泣いてしまう。理由がわからない。なぜ青木？青木泣いてるやん。なんで青木泣きそうになってんの？泣けてきた。今日のハマスタは風が強くてコンタクトが止めが乾く。青木、俺が NPB に復帰した時よりもすごく盛り上がっていて悲しい。ストライクすら取りに行けない石川の投球に対してだろ。風強かったし目がシパシパしてただけとちゃうんか、なんか繋がりあったっけ。泣いてないのにすぐ泣いてるやんとかいうやつほんときしょい。でも中継見ててなんか変な表情しとるなとは思ったし、何かしらの裏事情があるのかは気になる。全然泣いてないと思うけど、石川が不憫で悲しくなったんだろ。筒子関係ねえ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。